僕らの就職活動。皆さんこんばんは、斉藤よしきです。皆さんこんばんは、佐藤美久です。さて今回から始まりました僕らの就職活動。この番組はリアル就活生のためにリアル就活生の皆さんが企画を立て、ラジオという公開メディアで就活生による就活のための番組を目指していくという画期的な番組です。はいはい、現在就職活動を頑張っていらっしゃる皆さんはもちろんのこと、その親御さん、おじいちゃんやおばあちゃん、ご親戚、これから就職するぞという方々、はい、いろんな方にお聞きいただきながら、リアルに番組パーソナリティの斉藤よしき君が、はい、そして毎回登場してくれる就活メンバーが無事に就職できるかをドキュメンタリータッチで応援していく番組です。はい、では斉藤君、はい、一言意気込みをお願いします。はい、まあ、こういう経験なかなか経験できないし、まあ、おそらく 誰もやったことのない方法ですので、まあ、就職活動皆さんにいい報告ができるように頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。そしてこの新番組僕らの就職活動で斉藤くんとコンビを組ましていただきます、女優の佐藤美久です。普段はドラマや映画などにちょこちょこ出させていただきながら勉強しているまだまだ駆け出しです。ここ市川うらら FM さんではこの番組の他に毎月第2第4金曜日夕方6時から佐藤美久の女優道という番組と、毎月第1第3金曜日夜23時からはネット配信番組 Me Too Show で生配信番組もやっております。はい、他に豪華クルーズアルカディア号のイメージキャラクターなど、詳しくは佐藤美久オフィシャルブログをぜひチェックいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。企業の方に直接伺ってみたのコーナー。さてこのコーナーは注目の各社社長様、ご担当者様方に直接はなかなか伺えないことや、企業側の方の本音や求めてらっしゃる人材などについていろいろとお伺いするコーナーです。そして記念すべき第1回のゲストとして、ミューロン株式会社代表取締役 CEO 根木圭介さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ではですね、まず御社は、どういった事業を行ってらっしゃるんでしょうか。そうですね、今ちょうどですね、離職問題みたいなものがすごく話題になっていまして、例えば新卒だったら3年以内に辞めちゃう人が、3割ぐらいいる。例えば10人入ったら3人ぐらいがもう3年以内に離職をしてしまう、そういった形でですね、はい、今どれだけ人を、この社員の、会社のファンにできるかみたいなところがすごく重視されている中で、そういった離職率を減らしたりとか、社員の生産性を上げたりとかっていうことを目的に、今エンゲージメントっていう言葉があるんですけど、はい、その組織のエンゲージメントを高める事業というものを今行っています。特にリスナーの方も含めて御社のセールスポイント教えていただけますか。はい、そうですね、いろんな手法で今エンゲージメント高めるってことはあるんですけれども、うちの会社ではエンターテインメントというものを使っていまして、例えば会社の中での一体感を作るために、社員全員で一つの楽曲を一緒に作っていくようなワークショップをやったりとか、そういった形でですね、いろいろ音楽とか映画とか、そういうものをですね使って、エンゲージメント高めるみたいなことをやってますね。根木さんは、いろんなお仕事をされてる中でどういったことにこうやりがいを感じていらっしゃいますか。そうですね、でも具体的に何かっていうよりかはもう全部楽しいんですよね今。はい、というのも自分自身で会社を立ち上げて、自分のやりたい、将来の夢とかビジョンとか、みたいなものを、形にするために今全てやってるので、例えばなんか細かい経理作業とか正直普通はあまり好きじゃないんですけど、これはこう自分の会社のビジョンのためにあるみたいなことを考えると、なんか意外にワクワクできたりとかっていうので、結構いろんなことにはやりがいを感じれるようになったなと、そんな感じですね。ではですね、今御社ではどういった人材を求めてらっしゃいますか。そうですね、うちがそのやってる事業を一言で言うとそのヒューマンリソース、人事の領域ですね、とエンターテインメントっていう掛け合わせをやってるので、例えばもともとシンガーソングライター目指してましたとか、そういう方が実は結構人のキャリア支援とか、コーチングとかに興味があって、そういうのをなんか掛け合わせてなんかできないかなみたいなことを考えられてる方とかは、非常に欲しいなと思います。
ホームページの方を拝見させていただいたんですけれども、あのネギさん、あのシンガーソング、さっきもちょっとシンガーソングライターお話出ましたけれども、あのシンガーソングライターをやられてた時期があった。そうなんです、ですよ、もう大学時代はもうずっとプロを目指して、はい、まあ、それこそ大学と、まあ、両立して、そのダブルスクールみたいな感じで専門学校も行きながら、そうなんですよ、もうプロを目指してずっと4年間ぐらいは活動してました。でそのあのベンチャー企業様向けのお歌を作られてる。はいはい、そうですね、はい、まさにそんなベンチャーソングライターと僕は言ってるんですけど、なかなかやっぱり新しいお仕事なのかなっていう。そうですね、なんか聞き馴染みはすごいいい音感的にはいいんですけど、うん、そうですね、まあなんかこう最初にシンガーソングライターをやってた時に、はい、まあ、自分でこう曲作って歌を作ったりするんですけど、まあ、あんまりこう自分の気持ちをみんなに伝えたいとかっていうのが、うん、そんなにこうモチベーションが湧かなくて、うん、で、まあ、たまたまなんか友人の結婚式、先輩ですね、はい、ちょうど大学の頃に先輩が結婚するっていうタイミングで、はい、まあ、ちょっとこう歌を、まあ、作ろうかみたいなところで歌を作った時に、なんか一番自分の歌作るよりも結構やりがいを感じたんですね。あ、ご人のために作る、そうなんです、だから思いみたい なんかこうあるものみたいなものをどうやって形にしていくかみたいなのが、あ、僕好きだなみたいなことで、だったらまあ自分のシンガーソングライターっていうよりかは人のために歌いたいなと、うん、でなんか誰助けたいんだっけって思ったら、結構ベンチャー企業の、まあ、起業家の人とか、うん、僕すごい好きなんですよ。だって、あるし、まあちょっと口悪いですけど頭おかしいんですよね。まあすごい方がいらっしゃいますからね。いいんで、めちゃめちゃいい意味で、やっぱ普通の人が見えてない未来をめちゃめちゃ見えてるんですよ。はい、なんでそこに向かってもうなんかそれが当たり前のように実現するかのごとく、もう突き進んでるんで、うん、周りからしたらなんで今そんなことやんのとか、うん、絶対そんな無理だよって言われながらも突き進んでいく人とか、うん、めちゃ僕好きなんですよ。なるほど。その人のためにまあエンターテインメント、まあ音楽っていうものを使って思いを届けたいなっていうところが始まりでやってますね。うん、もしこうネギさんの会社に、はいはい、例えば斉藤由樹くんが入りたいってなった場合は、うん、はい、こう何かがこれは必要だぞっていうのはありますか？そうです。まあでも、まあ、特に今自分まだ小さい会社なので、はい、なんかやることはいっぱいあるので、なんか具体的に何が欲しいっていうよりかは、うん、やっぱ結構本当に志の部分ですよね。こんな人としての中身の部分。そうです、そうです。要は何にを自分は大事にして、うん、なんかこれをやってる時はなんかもう時間も忘れてやっちゃうみたいな、多分すごいこう自分の中の領域があると思うんですけど、うん、なんかそこがうまくこううちの会社に会えば、なんかぜひ来てほしいなとは思います、ね。はい、なるほど。ちょっとふわっとしちゃったんですけど、ね、すごい貴重な話をありがとうございます。ではここでちょっと斉藤くん、よしきくんにですね、はい、あのキラークエスチョンをお願いしたいなと思います。キラークエスチョン、はい、おー、お願いします。はい、ネギさんの志について、はい、教えてください。返してきましたね。志。なるほど。そうですね、すごく大きな話なんですけど、はい、まあ本当に最終的にはあの世界平和を目指して。素晴らしい。ただこれだけ言うとちょっとあまりにもふわっとしすぎるんですけど、はい、まあ、具体的に、紛争解決ファシリテーターっていう役職があるんですね。例えばああいうパレスチナとか、まあ、そういう東西に分かれたとか、国の国家の紛争とか、まあ、宗教間による紛争みたいなものを、その実際紛争解決ファシリテーターって方がその国の間に入って、まあ、現地の人の話聞きながら、まあ、上国の偉い人とも話をして、まあ、うまくこの紛争をまとめるっていう役職の人が、アダム・カヘンさんって方がいらっしゃるんですけど、まあ、それが僕が将来的にこうなんだろうな、やりたいことなんですよね。なんでそういうなんだろうな、こう人と人とのこう紛争を解決して、まあ、絆を作っていくみたいなものが、うん、まあ、僕の中の志かなと。あ、そうなんです。めっちゃいいこと風な。いやいやいや、全然いや、それは本当に素晴らしいことだと思います。いい、もしじゃあ、斉藤くん、もう一個あったら。はい、もう一つ質問、はい、もう一つ聞きたくて。なるほど。会社に対しての熱い思いだったりそういうものがあったら、ぜひ教えていただきたいですね。そうですね、はい、まあ多分もうここで話したら多分24時間コンビニぐらい。それはすごいです。一生話しちゃうんですけど、まあ、一言で言うと、まあ、分身ですね、はい、自分の分身というか、まあ、要は思いっていうものを形にしたら、たまたまそれが法人、要は会社っていう形で、なんでもう僕の思いをシンプルに体現してくれるような存在、はい、それがこう形になってるようなものですかね。合ってます？はい。大丈夫ですか？素晴らしいです。はい、で最後にですね、ラジオを聞いている、もしくは映像配信版をこちらですね、はい、今見ている、就活生に一言メッセージお願いいただけますでしょうか？なるほど。
そうですね、まあ、まあ皆さん多分いろんな業界だったり業種だったりとか、まあ、見られてるかと思うんですけど、まあ、一番大事なのってやっぱ自分が何が好き でその好きなものでなんかどうやって人に価値を与えて、まあ、お金を稼いできるかみたいなところに一番時間を使ってほしいなと、考える時間を使ってほしいなってすごく思ってます、うんまあ、っていうのも僕自身もですね、まあ、大学時代そのプロのミュージシャン目指して全然就活とかしてなくて、うんまあ、エントリー資料の書き方も分かんないし、はい、リクルート説も持ってなくて、はい、面接の時に成人式に買った縦ストライプの服で面接行って、はい、紫色のネクタイみたいなどんだけみたいな、 そんな感じだったんですけど、で、まあ、その時にあんまりそこになんだろうな、時間を割かずにある意味すごく自分が何をしたいか何をしたいかみたいなところをひたすら突き詰めて、うんまあ、結果として今僕は会社を立ち上げてるんですけど、うんまあ、さっきも言ったように僕もシンプルに今何やっても楽しくて、はい、っていう状態なんですね、うん、なのでそれってすごくやっぱ自分の大事にしたいものが何か、それでどうやってお金を稼げるかっていうのを、まあ、考えてっていうのが、はいまあ、すごく大事。ごめんなさい、一言って言われたのね。ありがたいです、本当に。皆さん聞いていただいてる方は、ね、だからもう、はい、ES はもうね後でいいですし、その業界分析も後でいいから、自分が今一番何をしたいのかみたいなものをきちんと、うんまあ、小さい頃から振り返ってお母さんに聞いたりとか、まあ、友達に聞いたりとか、なんかこういうなんかレゴずっと作ってたよとか、そのゲームひたすらやってたよみたい なんかそんなことでも、ねうん、全然仕事にできるんで、はい、変にこう気負わずに自分の大事にしたいもので、まあ、キャリアを作っていただければなと思います。ありがとうございます。もうすごくお話を今回聞かせていただいて、やはり技術だけじゃなくて、うん、やっぱり内面の部分もすごく必要なんだなというふうに私は感じました。ありがとうございました。本日本当に貴重なお時間ありがとうございました。いい、引き続きまたよろしくお願いいたします。では、以上、企業の方に直接伺ってみたのコーナーでした。続いてのコーナーはラジオで模擬面接のコーナーよ。このコーナーは実際の就活生の方に斉藤くん以外にスタジオにもう一人 お入りいただいて、ミューロン株式会社代表取締役 CEO 根木圭介さんに実際にラジオで公開模擬面接を行っていただきたいと思います。今回体験いただくのは浅野哲也くんです。浅野くん、よろしくお願いします。お願いします。浅野哲也です。それでは早速参りましょう。ラジオで模擬面接スタート。将来の夢は何ですか？はい、僕の将来の夢は発展途上国に行き、道路や井戸を作りに行きたいと思っています。舗装されてない道路や、水質汚濁など病気や不便を我慢して、生きるために頑張っている姿をドキュメントで見たこと、見るたびにいても立ってもいられなくなります。はい、私の将来の夢は人に笑顔や幸福を届けられる人物になり仕事をすることです。と具体的には教員など直接人の人生に影響を与えられるような人になりたいと思っています。としかし今すぐにやるにしてもあまりにも経験や知識がないと感じています。そのために今後さまざまなビジネスを経験し、世界中を旅しいろんなことを経験して説得力のある人になっていきたいと思っています。それではあなたの長所と短所は、どこでしょうか？はい、私の長所は素直さです。尊敬する人や信頼できる人の話は素直に聞き、興味を持ったことには積極的に挑戦しています。と短所は素直さゆえに人の影響を受けやすく、自分の考えにたまに自信を持てなくなってしまうことがあるということです。はい、僕の長所は人を観察する力があるところで、この人が今どう思っているのか汲み取って対応することができます。短所は、決断力がないところで、いつもご飯食べに行くときにメニューをどれにしようか迷ってしまうことが多々あります。はい、それでは、学生時代に最も打ち込んだことは何でしょうか？僕の学生時代に最も打ち込んだことは部活動です。サッカー部に所属していて、サッカーが下手な方だったので、まあ、せめて走りだけでは負けたくないと思い、家の近くの土手で夜な夜な走りに行ったのを覚えています。まあ、結果試合や持久走などの走りでは負けませんでした。はい、私が学生時代最も打ち込んだことはゼミ活動です。私はリーダーとして様々な案を出していったのですが、メンバーの反応はあまり良くありませんでした。自分なりになぜかということを考えた結果、
私が一方的に喋っているからだということに気づき、一人一人の性格を考慮し、意見を引き出すことに出力しました。その結果、チーム内で様々な意見が交わされ、よりいい方向に進んでいくことができました。はい、いかがだったでしょうか。それではネギさん、はい、今の2人の回答についておのおのフィードバックをお願いいたします。はい、そうですね、斉藤くんに関しては、はい、非常にですね、具体的なこう事例をご紹介していたのがすごくいいなと思っていて、はい、まあ、将来の夢みたいなところも、まあ、実際テレビを見ていて、いても立ってもいらんないみたいな話とかもそうですし、はい、そうですね、まあ、実際学生時代に打ち込んだ部活、はい、もうなんか夜な夜なこう走り込んでたみたいな、はい、だからそういう話がすごくなんかイメージとしてガーッと湧いてくるなと思っていますと、うんうんうん、なので、あとはなんか本当に結構そこら辺のなんだろうな、こう自分が過去を思い出してこう話すのが得意だと思うんで、はいはい、なんか変にこうなんだろう、なんかきちんと一言一句合わせなきゃみたいな、はい、こうテキスト読むよりかは、うん、もう自分の気持ちの熱量をなんか取り留めもなくでもいいから、ガーッと伝えていく方が、はい、なんか斉藤君には合ってんのかなみたいなことを思いました。はい、ありがとうございます。信じるか信じないかは私だけで頑張ってください。そうですね、で、斉藤くんに関してはそうですね、多分まあいろいろ緊張もあったと思うんですけど、まずね、もっともっとなんかそうやっぱ面接っぽくっていうよりかは多分なんか1対1で浅野くんのことをまあ聞きたがってると思うんでね、面接の時って、はい、なんでもっともっと本当になんか本当自分の感情をもっとまあ出していいかなっていうのが一つと、あとまあそうですね、長所短所のところすごくいいなと思ったのが、結構その自分の一つのものをなんかこう多面的に見てるのが素直さっていうものが、うん、まあ、長所であり、はい、でもそれが故に人の影響を受けやすいみたいなところが、うん、なんかこう長所と短所ってそうなんですよね、結構価値観って見方によって変わってきやすいので、うん、あ、なんかそういうのちゃんと自分がなんかこう考察できてるなとかっていうのはなんか話を聞いてて思ったところですね、うん、なんで本当にそういう結構分析とか得意かなと思うので、なんかもっとこうエモーショナルに、はい、2人とも同じフィードバックになっちゃったんだけど、そう、そういうところをうまく絡めていけばなんか多分なんか論理的に、ね、言葉を組み立てるのとか得意だと思うから、まあ、そういうのもあったらよりこう伝わるかなみたいなことは思いました。皆さん参考になりましたか。もう一度ご覧になりたい方は、放送後約1週間以内にアップされる、今回の、番組再編集映像配信版をぜひご覧ください。ネギさん本当にありがとうございました。以上、ラジオで模擬面接のコーナーでした。皆さん、なんともエンディングのお時間になってしまいました、はい、僕らの就職活動いかがだったでしょうか。この番組はですね、毎月第2第4火曜日夕方6時からお送りしますので、ぜひ次回放送も同じ時間にお耳にかかりたいと思います、はい、では今回1回目の放送ということで、はい、斉藤くんどうでしたか今日は。いや、第1回っていうのもあってもうとても緊張したんですけれども、うん、どのあたりが緊張したかな。模擬面談が一番緊張しました、ね、でも、はい、面接って、はい、まあ、私もね芸能活動させていただいてて、はい、オーディションっていうのがあるから、はい、すごく気持ちは分かります。私も緊張します。言っとくけど、はい、私も今も緊張してる。それはちょっと心強いですね。楽しかったですか。楽しかったというか勉強になりましたか。とても勉強になります。熱い思いを語ってくださいまして、うん、では、はい、どういう方々にまず斉藤君聞いてほしいですかね、この番組は。そうですね、僕と同じように、うん、まあ、就職活動に悩んでいる学生たちに、うん、まあ、聞いてもらって、はい、まあ、一緒に頑張っていけたらなと思っております。はい、私のね弟も同じ同い年なので、斉藤君と。そうですね、はい、頑張ってもらいたいです、はい、ではですね、皆さんぜひこの番組に お聞きいただいたご感想やもちろんご意見もですねお待ちしておりますので、ぜひぜひ、はい、こちらまでお願いいたします、はい、ファックス番号0473033974 0473033974、メールアドレス英語の小文字で fmu@fmu.co.jp fmu@fmu.co.jp、 僕らの就職活動までお待ちしております。それでは僕らの就職活動、皆様のお相手は斉藤芳樹と佐藤美久でした。ではまたお耳にかかりましょう。